アスワングは、馬の一種である。女吸血鬼伝説として、フィリピンの土着伝承に語られる存在であり、同地のパラアン島に出没すると言われる。多くの目撃者によると、体長は1.5メートルから1.8メートルほどで、猿のように、上半身は毛深く、背中に生やした翼で素早く飛翔するほか、鋭い爪を持つ怪物とされる。一部には、 顔が犬で体がトカゲというものもあり、もはや一般的な吸血鬼とはかけ離れたビジュアル像も権限されるものの、総じて羊男やワニ男のように体は人間に似ていると言われており、二足歩行をすることから一種の獣人と考えられている。伝承ではアスワングが現れる時は多くの吸血鬼伝説と同じく満月の夜とされるが、出現に際しては 近隣の犬が騒ぎ出すと言われる。また、人間の血を好むと同時に、コウモリを捕食し、それを主食とするとされる。伝説とは別観点から、すなわち馬的な観点からは、アメリカのモスマンやイギリスのフクロウ男と同様に、翼を持つのが特徴である。ピックマン、カエル男、羊男、ワニ男、トカゲ男と同様の半獣半人タイプ。アスワングについては、 以下のような仮説がある。ありがとうございます。